事故原因は大動脈解離か。25日午後0時半頃、大阪市北区の JR 大阪駅北側の繁華街の交差点で、車が歩道に乗り上げた、と、119番があった。府警曽根崎署によると、複数の歩行者が車にはねられたとみられる。大阪市消防局などによると、11人の男女が負傷し、このうち運転していた50代の男性と歩行者の男性2人の死亡が確認された。捜査関係者らによると、ブレーキ跡がないこと、意識のない様子が見られていたことなど、運転手を病院に搬送する際、大動脈が破裂したり意識を失ったりする原因になり、突然死に至ることもある、大動脈解離の症状が見られる、との情報が救急隊から寄せられた。府警は運転手の体調が急激に悪化した可能性もあるとみて、近く司法解剖し、死因などを調べる。非常に恐ろしい病気であり、以前から失神や意識消失による事故は、いずれも悲惨な結果となっている。乗り物側で安全制御されるようになる技術革新を、一日も早く願いたい。亡くなられた方のご冥福を、お祈りいたします。